ルイス・フィーゴ、ルイス・フィーゴことルイス・フィリペ・マデーラ・カエーロ・フィーゴ、1972年11月4日対は、ポルトガル・リスボン出身の元サッカー選手。元同国代表。ポジションは、ウィング、主に右サイド、または攻撃的ミッドフィールダー。言語の発音により忠実な発音は、ルイシュ・フィリープ・イマザイラ・カエーロ・フィーゴ。ポルトガル代表として127試合に出場するなど、黄金世代の中心選手として、長らく代表を支えた。その創造性とドリブル技術の高さから、1990年代で最も偉大な選手の一人とも評されている。リーガ・エスパニョーラでは通算106アシストを記録しており、これはリオネル・メッシに次ぐ歴代2位の記録である。2000年にはバロンドールを受賞し、翌年の2001年には FIFA 最優秀選手賞の受賞した。また、2004年にはペレが作成した偉大な100人のサッカー選手のリスト、FIFA100 にも選出されている。フィーゴは、スペインにおける、ライバルチームとして知られる FC バルセロナと、レアル・マドリードの双方でプレーした選手の一人でも、ある。2000年に$6000万で、バルセロナからレアル・マドリードに移籍した際は、大きな物議を醸した。1972年、父アントニオ・カエーロ・フィーゴと、母、マリア・ジョアナ・ペスターナ・マデーラの一人息子として生まれる。幼少期は、アルマダの労働者階級の地区で育った。フィーゴはストリートでサッカーを始め、11歳の時、ポルトガルのスポルティング CP の下部組織に入団した。あまりの学業の優秀さから、入団する際の同意書には、サッカーに専念すること等内容が含まれていた。1989年からトップチームに昇格し、1994年にはプリメーラリーガ最優秀選手、1995年にはポルトガル最優秀選手に選出された。1995年にユベントス FC、パルマ FC が獲得に興味を示した。ユベントスとの仮契約を結んだ後に、より好条件を提示したパルマと契約し二重契約の状態となった。そのためユベントスはイタリアサッカー連盟に、契約の不服を訴え、競技裁定の結果、フィーゴはその後2年間の間イタリアのクラブと契約を締結することを禁止された。この出来事がきっかけで、リスボンで居場所がなくなり、同年に移籍金$225万で、スペインの FC バルセロナへ移籍。契約的には、パルマの選手でありながら、バルセロナの選手でもある形になっていたが、1996年夏に、パルマは、フィーゴの所有権をバルセロナに売却した。パトリック・クライファーとリバウドと共に3トップを形成し、国内外の数々のタイトルを獲得する原動力となり、ドリームチーム以降のバルセロナのシンボルとして支持を得た。2000年には欧州年間最優秀選手を受賞した。2000年7月、フィーゴはバルセロナのライバルチームであるレアル・マドリードに$6000万の金額で電撃移籍を果たした。この禁断の移籍は激怒したバルセロナサポーターがフィーゴ自身が経営するバルセロナ市内の日本料理店を破壊するという騒動にまで発展した。そのため引退した現在もなおペセテーロ、主戦奴と呼び彼を許さないバルセロニスタも多い。しかし後にフィーゴはバルサを去ったのはお金のためではなくクラブから評価を受けられなかったからだ。と、金のための移籍ではなかったことを明かした。レアルへの移籍後初のカンプノウでのバルセロナとの試合では、フィーゴがボールに触れれば即ブーイングが起き、主戦奴、フィーゴの顔を印刷した100億ペセタ、移籍金の偽札が投げ込みで、フィーゴがコーナーキックを蹴ろうとした際はスタンドから瓶やゴミやペットボトル、さらには豚の顔の皮まで投げ入れられるなどして、約10分間試合が中断された。また、EURO2004のギリシャとの決勝戦でも、試合中に FC バルセロナの旗を持ったバルセロナサポーターの男性がピッチに乱入する場面もあり、未だに過去の確執が続いている。この移籍によるバルセロナとの遺恨は引退後も残っており、2015年にはチャンピオンズリーグ決勝の前日に決勝を戦う、両クラブ、バルセロナとユベントス FC の元所属選手が世界選抜と試合をるフレンドリーマッチにおいて UEFA はバルセロナのレジェンドとしてフィーゴを招待したもののバルセロナがこれを拒否しフィーゴは試合に参加しなかった。このような騒動があったにもかかわらずフィーゴにとってバルセロナ時代は思い出深いものらしく、インタビューではバルセロナで過ごした時間は最高に素晴らしい日々だったと振り返っている。その一方でレアル・マドリードへの移籍という判断に後悔はない。バルセロナでは自分が悪役であっても構わないとも語っている。レアル・マドリードでは伝統的なライバル間の移籍というプレッシャーの中、ラウル・ゴンサレス、ロベルト・カルロス、翌2001年に加入したジネディーヌ・ジダンらと共に攻撃陣を形成し、銀河系軍団と称されるレアル・マドリードの黄金期の中心選手となり、自身も2001年には FIFA 最優秀選手賞を受賞した。また、同クラブ在籍中にはリーガ通算100アシストという記録も達成した。2004から05シーズンはレギュラーとして序盤は右サイドで2005年1月にバランサーとしてトーマス・グラベセンが加入してからはスポルティング CP 在籍時以来のトップ下でプレーし、まずまずのパフォーマンスを見せていたが、終盤にルシェンブルゴ監督との確執が生じ、それ以降は先発出場が激減した。2005から06シーズンからはインテルへ移籍し、活躍の場をイタリアへ移した。セリエ A でも UEFA チャンピオンズリーグでも中盤の右サイドで活躍した。2006年12月にサウジプレミアリーグの強豪、アル・イテハドへのレンタル移籍が取り沙汰され、シーズン終了後の移籍が正式に発表されたが、クラブ側の契約内容不履行、具体的にどのような子であったかは、不明を理由に移籍は消滅した。プレー続行を希望するインテル側の要望に応え、2007から08シーズンもインテルで戦うことを決定した。しかし、起用法などから徐々にロベルト・マンチーニ監督との確執が表面化し、来シーズンもマンチーニが残るなら移籍するという旨の発言をした。その後、2008から09シーズンからは、同胞のジョゼ・モーリーニョがインテルの監督に就任、経験を生かし、若手の指南役になってほしいとの意見を聞き、フィーゴはインテルに残ることとなった。同シーズン、2009年5月30日に現役引退をインテルの公式サイトで発表した。そして5月31日のアタランタ戦を最後に現役を引退した。1991年にはポルトガル U-20 代表として FIFA ワールドユース選手権優勝に貢献。ルイ・コスタ、パウロ・ソーザ、フェルナンド・コート、ジョアン・ピントラと共に、ポルトガルの将来を担う、ゴルデン・ジェネレーション、黄金の世代と呼ばれた。1991年10月16日に、ルクセンブルクとの親善試合で代表デビューを飾った。当時18歳で、プロデビューして間もない若手選手であったが、ゴールデン・ジェネレーションと呼ばれた仲間たちと共に台に定着し2度のワールドカップ、2002FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップ、3度の欧州選手権、EURO1996、EURO2000、EURO2004 に出場した。2000年のEURO2000では、初戦のイングランド戦で 0-2 のビハインドから、見事なミドルシュートを決め逆転勝利の口火を切り、準々決勝のトルコ戦では、ヌーノ・ゴメスへ2アシストの活躍でベスト4導いた。その後、一度は代表引退を表明していたが、2006、FIFA ワールドカップ予選で復帰し、ポルトガル代表は無敗で予選を通過した。本大会では、グループリーグ初戦のアンゴラ戦では得意のドリブルら、アシストを見せるなど、ポルトガルの40年ぶりのベスト4進出に貢献。ドイツとの3位決定戦を最後に、代表から引退した。代表での通算出場試合数は127試合。通算得点数は32得点であり、通算出場試合数の記録は2016年にクリスティアーノ・ロナウドに更新されるまで、ポルトガル代表の歴代最多記録だった。引退後は、インテルの幹部に就任した。また、2015年の国際サッカー連盟、FIFA 会長選へ向けて立候補を表明していたが、選挙期間中に討論や演説の機会を十分に与えられなかったとして、立候補を取り下げた。134、16、23、4、336、6、7、498、105、911、0、575、928、12、84、12、通算127、32。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。